できた。あとは色を塗って。姉さん、かなお、お母さんが買い物に行くよって。私、眠いから行かない。私も今お絵かきしてるし、かなおとお留守番してるわ。わかった。じゃあ私、お母さんと買い物行ってくるから。行ってらっしゃい。ここはピンクがいいかしら。うーん、水色もいいわね。ちょっとジュース飲みながら考えましょう。あれ、そういえばかなおが静かだけど、本当に寝ちゃったのかしら。かなお、かなお、寝ちゃったの？姉さんジュース飲むけど、かなおも、かなお、顔が真っ赤、それにすごい汗、もしかしてすごい熱じゃない？かなお、大丈夫？姉さん、喉渇いた。待ってて、今お水持ってくるから。大変、今は私しかいないんだから、私が何とかしないと。はあ、はあ、お母さん。かなお、しっかりして。お母さん、きっともうすぐ帰ってくるわ。お水は飲ませたし、頭も冷やしてお布団かけて、薬は届かないし、あと何かできることは。頭痛いよ、寒いよ。頑張って、頑張るのよ。そうだ、お熱、体温計でお熱測らないと。 38.7、 やっぱり。そうだ、私も一応測って。え？ 38.5？ そういえばなんだか寒気と体が痛いような。ダメ、お熱があるって分かったらなんだか具合が。姉さん、かなえ姉さん、大丈夫？かなお、大丈夫よ。私も少しお熱があるみたい。え、お布団で寝ないと。そんなところで寝たらダメ。大丈夫、大丈夫だから。私の布団使って。よいしょ。ダメよ、かなおの方がお熱あるんだから。ほら、フラフラしてるじゃない。いいから寝なさい。でも、もうすぐしのぶとお母さんが帰ってくるから、それまで私がかなおを守らないと。でも、もうダメ。私のせいで、かなえ姉さんが。かなお、頑張るのよ。うん。あ、ごめんね、目を覚ましちゃった？うん、冷たくてびっくりした。ありがとう、しのぶ。冷たくて気持ちいいわ。帰ってきたら二人がぐったりしているんだもの。すっごくびっくりしたんだから。あれ、お母さんは？急いで近くのドラッグストアに行ったわ。お父さんが帰ってくるまで病院に行けないからって。そう、しのぶは大丈夫？うん、全然平気だから、看病は任せて。何か欲しいのある？お水飲みたい。はーい、今飲ませてあげる。頼りになるわ。任せなさい。将来はお医者さんになろうかな。薬の研究なんかもいいわね。でも、なんでしのぶ姉さんだけお熱出ないんだろう。確かに、とか言って夜にはみんなお熱だったりして。私は貧弱な二人とは違うのよ。貧弱で悪かったですね。くしゅんくしゅん。ああ、やっぱりこうなるのね。誰かさんは違うんじゃなかったのかしら。もう、それは言わないで。どうしたの、かなお。そうよ、急に笑うなんて変なの。私が最初にお熱が出て、かなえ姉さんに看病してもらって。そうね、かなえ姉さんもお熱が出て、しのぶ姉さんに看病してもらって。二人の看病は大変だったわ。それでしのぶ姉さんもお熱が出て、お熱が出る時も一緒なの。仲良しだなって。ほんとね、それで笑っていたの？うん、もう笑い事じゃないんだから。お父さんとお母さんは私たちの看病で大変なのよ。そっか、お父さんとお母さんまでお熱が出たら大変。誰が看病するの？私たち？そういうことじゃないけど、まあいいわ。あのね、一番お姉さんの私が言っちゃダメなことなんだけどね。なになに？お熱が出た時って、お父さんとお母さんを独り占めできちゃうから嬉しいなって思っちゃう。
わかる。でも今日は独り占めじゃなくて半分こよ。違うよ、3人だから3分こ。喋りすぎなんじゃない。キュン、お熱つらいね。くっくっ、早く治さないとね。おやすみ。おやすみなさい。治った、私治ったわ。うん、私だって元気いっぱいよ。眠い、でもどこも痛くない。お父さん、お母さん、お熱下がったよ。って、あれ？どうしたの？お熱？お母さんもお父さんも？これって…看病は私たちに任せて。